つもいつも遅いですからね配信、私日付変わるギリギリまでやってるから。いえいえ、今日はメイクそうしてます。今日はスピーカーじゃなくてちゃんとメイクしてる。メイクを落とそうかと思ったけど配信を好きにやろうと思ってやりました。そうだ、今日さきさんの卒業公演、今日いろんなとこで今日さきさんの卒業公演って聞いたら絶賛公演中でした。ピンクが伝わる目の。イエーイ。ここ最近右肩のこり右肩の肩こりがここ3日ぐらいひどくて、何か取り付いてるかもしれない。体がバキバキです。昨日の夜全然寝れなくて、本当に寝れなくて寝れなくて、6時前くらいに寝ました、やっと本当に寝れなくてそれで今日は何回も寝て起きてを繰り返して、今日っていうか、そうそうそう、だから全然ね、ちょっとしか寝れてない。だから逆に今日はすぐ寝ちゃいそう、全然寝てないから3時間くらいしか寝てないから、さすがに今日は寝れると思う。何時まで配信しよっかな。みんな何してる時間ですか今。ご飯中とか足りない。確かにでも結構寝れないこと多いんですよ。慣れてます、だから全然。たまに全然寝れない時があるから、そんな日でした。明日はとっても楽しみな予定があるんですよ。まず朝昼くらいはレッスンがあるんだけど、とっても楽しみな予定があるので頑張れます。その次も楽しみだよって、その次も楽しみだよって感じです。頑張れる毎日。
今日は暑かったですね。昨日雨だったから余計にすごい暑かったです。今日はお昼ご飯をいっぱい食べたんです。すごい健康的な。雨やばかった。そうなの？台風来てるからかな。そういえば昨日あと少しで終わり読み終わりそうな本があるって言ってたじゃないですか。で結局今日読み終わったんですけど、昨日読まず今日読み終わったんだけど、めっちゃその本が超泣ける、もうやばいくらい泣けるって話題になっててバズってたから、うわ読んでみたいと思って買ったんですけど、泣かなかった泣かなかった。めっちゃ泣けるって思ったけど泣かなかった。泣きませんっていう話でもめちゃくちゃいい話でした。すごく素敵な感動的な終わり方だった。いやめちゃくちゃ良かったです。ただ泣かなかった。全然私本読んでて泣けるんですけど、泣かなかった。やっぱり泣けるんだ泣けるんだって思いすぎると泣けなかった、うん、私はめちゃくちゃ感情移入するタイプです。そうでもめちゃくちゃ良いお話でした、うん、あっという間に読み終わりました、うん、この勢いでちょっと何冊か読み進めたいなって思います。今日何か面白い話あったかな？ありましたか？皆さん今日一日を生きていてなんか面白いなって面白いなって思った話。今日はね
一日だったかな。電車に乗ってたらなんか破片みたいな蜂みたいな虫に襲われかけましたってなって、なんか面白い話題ありますか？話題提供してほしい。くだらない質問でもいいので、なんか広がりそうなやつお願いします要求そう、虫に襲われかけた電車の中で、危ねかったです。なんか私に聞きたいことありますか？何でもいいっすよ。カレンさん、海外の方に道聞かれたらどうします？でも日本語以外話せないんでめちゃくちゃ表情とジェスチャーとあとはスマートフォンという今の現代の全てを使って頑張ってお伝えするかな。髪の毛染める予定はあります。ありますよ。卒業までの髪型プランがもうね出来上がってる私の中で秋を感じる食べ物はサンマ。サンマを食べたいですね今年は。はいはい。北沢咲ちゃんとのエピソード、咲さんは本当にチームも一緒になったことなかったですし、全然関わりのない大先輩って感じだったんですけど、最近初めて一緒にステージに立ったのがあれです、ハッツの卒業公演の時でゲストでいらっしゃって、その時に本当にお話しすることもなくってって感じだったんですけど、初日を歌ったじゃないですか。私全然振り付けを知ら踊ったこともなくて、この8年で超苦戦してたら、さきさんが優しく教えてくださってめちゃくちゃ優しかったです。感動したというエピソードでございます。ねえ、毎日のルーティーンありそう。コーヒー飲むくらいですか。確かに舞台でメンバーの出てる舞台をあんまり見に行ったことがないんですよね、うん、ウィニョーズトマト T シャツ、何それ、知らないかも。かわいい絶対お、もう15分経過しました。イエーイ。もっとはーちゃんと絡んでほしいはーちゃんと仲良しですよ、めちゃくちゃ。でも確かにあんまり絡みを見せてないですよね。こう見えてはーちゃんとは仲良しです。やっぱ舞台で共演してから一気にね仲が縮まってとっても仲良しです。セリフ覚えはいい方、セリフ覚えを言うてあんまり経験してないんであれですけど、全然悪いと思います。記憶力を覚える能力多分よ、ま、ず慣れてないですしね、セリフを覚えるという経験が少ないので。スタバ新作飲んでないです。お芋のやつですか。スイカのやつも気づいたら終わってたね。お芋のやつ飲んでみたいなって思います。飲みましたか
誰か、美味しい、美味しかった、甘そう、あの半分の量だったら飲めたかもしれないけど、飲みきれるかが心配ですね。うん、4目に出してなくて結構仲良しだよ。どうなんだろう、皆さんには誰どう見え、わかんない。で、はーちゃんとめっちゃ仲いいと思ってるけど、みんなから見たらそんな感じでもないだよね。みんなにはどう見えてるんだ。夏終わった、いや夏終わった感じ、実感なんだろうないけどさ、9月っていうのは最近なんか耳にすると、あもう9月なんだ、ちょっと寂しくなっちゃいました。まだまだ気分は夏気分だけど、終わってほしくないですけどね。夏っていつまでなんでしょうか。はっちゃんはね、カレンちゃんって呼んでくれるし、タメ口なんですよ。舞台のそのそれこそ共演した時に、タメ口で話してって言ったらタメ口で話してくれるようになりました。てかそれまで逆に全く絡みなかったんだけど、でも今こうやってね同じチームで活動できて嬉しいです。本当に面白い、あーちゃんめちゃくちゃに性格ばり良い人だし、本当にチーム4にいると、なんだろう、性格が穏やかでいい人、平和な人が多いから、ふんわり落ち着きます。居心地がいいです。ユーリーさんと仲良くないですよ仲良くないですよって言い方あめっちゃあれだけど、仲良しとまでは生きてないと思います。でもめちゃくちゃ話しやすいです。すっごい話しやすいし、なんかずっと本当にもうなんだろう、先輩って感じだったんですよ。先輩存在が上すぎてというか、なんかだからこうやって今同じチームで同じステージ立って普通にお話できてるのが考えられないくらい、本当に嬉しいですね。すっごい話しやすいい先輩です。チーム4はね、いいチームです。いえ、なんかありますか、他に質問最近ハマってる食べ物、いいです、ハマってる食べ物は、なんだろう、なんだろうな、そうですね、
ないかもしれない。ないんかいって。ないかもしれないです。できることなら毎日桃食べたいって感じですかね。うん、できることなら桃を毎日3食それでも桃でもいいくらい、あんま良くないですけど、そう、それくらい桃愛が、ね、次にでね、ハマってるっていうほど食べてないけど、もう毎日食べれるくらい桃。辛い食べ物好きです。うん、小田さんバッサリ髪切ってた。え、もっと切ったの？今もめっちゃ短いイメージだったけど、結構ボブじゃなかったっけ。 もっと切ったんだ。んー桃農家、ライスは桃農家に。わからない、将来私桃農家さんになってるかもしれないです。福岡で、いや福岡かわかんないですけど桃作ってるかもしれない。もう桃が好きすぎて。お安く、そうね。あ、買いに来てください、ぜひ。品種名は品種名は可憐な桃、吉田農園で可憐な桃を作っております。虫、確かに虫が嫌いですけど、桃のためなら。確かに隣でトマトも作ろうかな。なんかさ、妹が小学校で、小学生ってよくさ、アジサイとか育てるやつ一人一個もらうじゃないですか。なんかこういうやつ、なんかミニプチトマトを育ててて、一人ない。それをお家に置いてて水やりしてたんだけど、この前プチってトマト一個そっからちぎって水でサササって洗ってくれました。めっちゃ美味しかった。今までで食べたトマトの中で一番美味しかった。妹が育てた、大事に育てたトマト。私の妹はトマトが嫌いなんで食べないらしい。めっちゃ美味しかった。プチって、ちょっと待ってってプチって取って、シャ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 って洗ってくれました。トマト、そう、妹はトマト食べないんですよ。トマトを育てさせられてるんだと思う、多分学校で一人一つ。私はあの朝顔育てさせられてたけどさ育てさせられてたけど
めっちゃサボってた記憶がある。水やりとか、あれ水やり しなきゃだよね。何もやってなかった記憶しかない。吉田家みんなトマト好きなの。吉田家全然です、私くらい。みんなね、ママも食べるけど、だから私はみんなのトマト、だからほらご飯とか外食とか行ったりするときにサラダにトマトとかついてたりするじゃないですか。そういうの回収係やってます。トマトいただきます。だから逆にきゅうりサラ、あのさ、お店のついてるサラダってさ、葉っぱにきゅうりとトマトが添えてあるのが結構定番じゃないですか。だからみんなのトマトをもらう限り、代わりにきゅうりをお返ししてます。そうやって持ちつ持たれつでやらせてもらってます。うん、うん、そうそう、外に放置してた、何もやしてなかった。いつ AKB を見ますか。今月の22日で、そう、ブツブツ交換、ブツブツ交換、かえっこかえっこしてた。いつもそうしてるんです。トマトいただいてお返しにきゅうりを。トマトはね、苦手な人多いからね。トマトが好きですって言うと、えーって言われることが多い。熱が入ったトマト、何でも、トマトなら何でも好きです。一番はミニトマト、生で食べるのが一番好きです。トマトウォーク、トマトウォーク、ね、美味しいよね、トマト。トマトを生み出してくださった方に感謝です。8時半から配信始めたから、8時半になったら配信終わります。なんか顔若い。さあ、なんかありますか？求める気持ち。最近アニメは見てるかな？最近見てないかも。一番最近見たの何か。なんか見てた気がする。ドラマもアニメもその時によってさ、見たいのを見てるんだけど、なんかおすすめありますか？最近ので、最近何見てたの？なんか見てた気がするけど忘れたよ。最近のおすすめアニメありますか？ワンピース見てみたいではずっと思ってるんですけど、なかなかその1回目がね。真夏のシンデレラ見てないです。結局見てない、1回も。終わってから見ようかな、なんかどこかで配信されるかな。
呪術確かに見てない、見てないんだけど、ポケモンアニメ、私の妹全くアニメ興味ないんですよね。今までアニメ見てるとこ本当見たことがない。なんか本当それこそ自分の小学今の妹くらいの年齢だったらさ、プリキュアとかさ、ポケモンとか何だっけ、あのイナズマイレブンとかめちゃくちゃもうアニメずっとアニメばっか見てたけどさ、もう今の小学生とかはね YouTube ばっかり見てるんですよ。それ人それぞれかもしれないけど、私の妹 YouTube ばっかり見てる、ひたすら YouTube。 全然私は逆に YouTube はあんまり見ないんですけど、でこの YouTuber 知ってるとか聞かれても話がね毎回ついていけないんですよ。うん、ね、ドラえもんとかさ、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、あと何、日曜日はちびまる子ちゃんとサザエさんみたいなね、それで生きてきたのに全く見ないんですよ。昔めちゃくちゃドラえもんを勧めたこと、あのそうアニメを勧めたことがあって、これ見ない、これ見ないとかって全然ハマってくれなくて、うん、アニメそう全然見てくれない。YouTube ばっかり見てる。ちょっとね、一緒にアニメ見たいなっていう気持ちあるんですけど、ちょっと寂しいですよね。最新時代を感じます。今何が一番熱いんだろう、生き肉ですかな。ちょ向き行くぞ。妹今ちょっと今度聞いてみようと思います。今一番熱い YouTuber って誰みたいな。私は逆にあんまり YouTube 見ないんですよね。そう、アニメね、最近すっかりドラマばっかり。でもね、夏目友人帳をねしっかり全部見てみたいんですよ。めっちゃさルンバが大好きで、一時期途中まで見たんだけど、途中までしかまだ見れてなくて、うん、見たいんですよ。あ、ハイキュー大好き。今合ってるドラマで一番面白いのは何ですか。で、ああいう系も結構ジャンル問わず何系でも見るから、
今見てるドラマはアリスのトゲっていうやつ、まだ3話4話くらい、今合ってるドラマもちょうど終わったくらいに一気見しようかなって思ってます。マリアちゃんのやる出てるやつも早く見たい。一気見するって。何系のドラマでも見るんですけど。医療系は今医療系絶賛見てるんだけど、なんかグロいのが苦手なんですよ。だから刑事ドラマ系とか殺人事件とかでさ、うわってなるやつあるじゃないですか。それが本当に苦手なので、医療系のさドラマとか映画でもさ、うわーってなるくらいのなんだ描写とかもあるじゃないですか。それがちょっと苦手すぎて、めっちゃ調べてから見始めます。急にそれ来るとうわーって結構引きずっちゃうから、なんかなんも考えてない時にさ、それが不意に出てきてさ、頭から離れなくなっちゃって震えちゃうくらい苦手だから、前本当に映画、医療系の映画を見に行った時に映画館にめっちゃ感動していい話だったんだけど、本当にもう耳も目も全部塞いだくらい苦手なシーンがあって、それから慎重になりました。ホラー系も、ホラー系もあんまり見ないです。ちょっと怖いのがね、怖いのを避けがちですね、そうそう、ちょっとびっくりしちゃうからね。そんな感じ、そんな感じです。前髪伸びた私って思ったけど、ずっと帽子かぶってたからこうなってるだけかな。めっちゃ長く見える前髪。目黒っ。
ミイロ卒業までに変えるというか、さすがにちょっとこの色落ちの髪とプリンはどうにかして卒業公演を迎えたいなっては思っています。ほい、日傘さすの？もちろん私は毎日日傘で生きてます。日焼け止め塗るのが嫌なんでねダメですよ、日焼け止め塗らなきゃダメなんですけど、日傘ないとさ、逆にさ暑すぎない？日傘ないと、もう日傘に慣れすぎて日傘なしでの日差しがしんどい。全然やっぱ違いますもんね、日傘あるのとないとの違い。うん、暑くない？日傘さしてない人見ると尊敬する。よく普通に歩けるわって。暑すぎて日傘さしてても暑いのに、日焼け対策のためというより暑さ対策のために日傘さしてる。うん、暑すぎる。絶対みんな日傘さした方がいい。日焼け対策とかじゃなく暑さ対策、全然違うから。すごいコンパクトのねやつとか今あるからね。うん、そうね、日傘、そう、暑がりなんですよ私、めっちゃ汗かき。ねえ、暑いよね。あ、そうね、いつ雨が降っても大丈夫ですから、日傘持ってれば。うん、暑いの平気なイメージ？そんなイメージだった？全然暑いの、夏は好きだけど、なんだろう、でも暑さに弱くは、なんだろうね、確かにクーラー全然今年もつけるの遅かったとか言ってたし、暑がりではないのかな。汗かきやすい。ステージ上でも私めっちゃ一人尋常なくらい汗かいてるじゃないですか。お顔も真っ赤だし、それがね、そう嫌なんですよね嫌なんですよね。この前のだから公演では実はね、保冷剤をずっと楽屋の席に置いといてこまめにこう顔を冷やしてたんですよ。もうでもね、どうしようもない対策が難しい。顔がすぐ赤くなっちゃうし、汗もね、そう、昔からずっとめっちゃ汗かきやすい、代謝がバリ良いんですよね。全然めちゃくちゃ踊ってるのに全然顔に汗かいてないメンバーとか見ると超羨ましいなって。崩れ具合がやっぱ違いますか。まあね、そうだよね、ステージで踊るアイドルの汗は素晴らしいよね。キラキラを増してくれるよね、輝きを増しプラスしてくれるよね。うん、ステージ上クーラー、逆に劇場とかいて皆さんどんな感じなの？暑いです、寒いですか？クーラー効きすぎて寒いとかなのかな。私たちなんかずっと踊ってるから常に激アツなんですけど、分かんない、私個人差あるかもしれないけど、うん、
そうだよね。なんかもうクーラーは多分なんかね、劇場でねすごい涼しい風が来るスポットがあるんですよ。でもねそこはね踊ってても分かんないし、 MC の時もあんまり行けない立ち位置の場所だから、最後のお見送りの時とかにやっと、あ、ここ涼しいとこだみたいな、なんだろう、ステージの結構後ろの方で風が来る涼しいスポットあるんですけど、でも全然やっぱステージ2時間くらいやっててずっと暑いです、メンバー側は、うん、でも あれだけの風がずっと効いてたら全く動かずじっとしてるお客さんは寒いだろうなって思いますね、うん、そう、ライトもめっちゃ熱いの、めっちゃ熱いの、ガンガンに私たちを照らしてくれてるあの素敵な照明さんたちめちゃくちゃ熱くてなんだろう、あ、そう、すごい結構すぐ隣に照明がある時とかあるんですよ。それこそもう終わったけど雫公園の光と影の日々で一番端のポジションにいる時があるんですけど、私サビとかでね、本当にすぐここに照明がピカーンってあるんですけど、毎回あそこ熱っと思いながら踊ってました。すごいもう日焼けしてそう、多分、いや今焼かれてるわと思いながら踊ってました。熱っと思いながら、そう、結構ライトもね熱いんですよ、うん、すぐ横で当たってる、ね、でも全然それくらいですね。ここに来るとさすがに熱いとなるけど、うん、この前の横浜のチーム4のコンサートの時もう照明のすぐ、でもああいうコンサートの時とかは特に結構ステージギリギリまで使うこと多いから照明のすぐ横であっちゃーと思いながら踊ってること多いです。その横浜の時も思春期のアドレナリンとかかな、一番端のポジションだった時があってサビとか、そう、最後とかで結構ステージギリギリまで行ってたんですよ、立ち位置的にね、照明がすぐ隣にあって左側にここにあってあっちゃーって思いながら実は踊ってました。実はね、そうなんですよ、うん、でもあのライトのね、ライトたちのおかげで私たちは輝かせていただいております。持っていただいてます。最高に照明大事、ありがたいです、感謝でいっぱいそうだからステージはね結構熱いんですよ。もうね、ほんと衣装もやっぱり逆に涼しい、あ、袖がない衣装とかは助かりますけど、大体長袖とかが多いじゃないですか。サムネイル公演とか特にユニット2曲は袖ないけど、それ以外は特にオープニングとかめっちゃ厚着してるんですよ、何枚も重ね着してて、それで1枚も脱がないから、途中で4曲全力でやりきるからね、必死です、うん、確かに
冬の外イベ、わかる。その本番前寒いってコート着てなってるけど、でもやっぱ踊り出すと曲始まって踊ってると、なんなら逆に汗かくくらいだから、そうなんですよ。始まっちゃえば、山梨懐かしい。寒すぎた、あれは。ずっとリハからずっと寒かった。寒かったね。一番寒いっていう印象があるのが山梨かもしれない。結構冬の外でのイベントとかあったけど、やっぱコンサートってなるとずっと長袖の衣装とかに行かないじゃないですか。だって山梨でもう本当ここも肩もめっちゃ出てるみたいな衣装とかでやってたじゃないですか。残念少女とか絶対寒かっただろうなって。でもまあやっぱ本番中はね、もう汗かいてるくらいなんで、なんなら逆にリハとかが逆にめっちゃ寒かった。本番前だね。見てる片側は激寒だよね、あれ。ね、すごかったな。懐かしい山梨。4年前。コンサートの時は楽屋にも着替え場にもリハの時大きいストーブが置いてあって、みんなでそこに集まってたのをすごい覚えてますね。みんなで大きいストーブにこうやって丸くなって、あったかいねってなってたのをすごい思い出します。暑かったステージなん、ま、もう決めれないくらい、結構。でもこの前のそれこそチーム4のコンサートめっちゃ暑かったし、メンバーの中でも普段全然汗かかないメンバーがめっちゃ汗かいてたりとかしたから、あれは結構熱いステージ上位に入ると思います。めっちゃ暑かった、超汗かいた。でもそうだな、室内でのイベントで結構長袖の厚着の衣装の時とか暑ってなったりするけど、そう、暑かったこの前の。ね、暑いの、いやなるべく汗をかきたくないですけど、本当にね、めっちゃ顔汗かくんですよ私。本当によく目とかに汗が入って、もう本当に痛くてってなってるんですよ。だからなるべく汗をかきたくないんですけど、だから涼しい衣装とかの時嬉しいです。この前のチカッパ祭とか福岡ね、あれもめっちゃ暑かった、超汗かきました。冬の外のイベントってなんか最近やってない感じがする。オープニング何曲か踊って汗だくになって、 MC に入ってめっちゃ目に汗入っちゃうみたいな、とか言いながら目いたとか思いながら MC やってたりします。
からなるべくね汗はかきたくないもんなんですけど、まあ、うん、汗かいてこそですよね、うん、着物みたいに胴回りを縛ると顔に汗かかないっていう。でも私ジョン・マイ・ラブの時めっちゃ顔に汗かいてたけど私何しても無理だと思います。舞台の時も超汗かいてました。ひたすら汗拭いてたもん、うん、そうなのそうなの。目によくよく目こうしてたら汗が入ってると思ってください。 MC 中めっちゃ汗かきな。いいね。そうなんです。汗かいてこそです。アイドルなんぞ。夢のルートにもありますからね。流した汗の量も誰かが見てるよっていう、そういうことですよ。汗でやらせてもらってます。じゃあもうそろそろ終わろうかなと思います。配信汗の話で終わったの大丈夫そうねえ。超汗の話で終わりましたけど今日の配信。あ、汗はかくことはいいことです何の話って感じですけど、ありがとうございます。スクショタイム。今日は8月5日なので、8月じゃない9月だったダメだ、8月気分です。まだでもさ、あのチーム4のコンサートの話さっきからずっとしてますけど、もう1ヶ月経ったって思うと驚きだね。1ヶ月ってこんなにあっという間なんだ。はい、9月5日なんでね、9月5日です。何の日ね、早いよね。早すぎるよ。びっくりポンだぜ。明日いつ配信しよっかな。お昼か夜か。あ、早朝はないと思いますねないと思いますね。石炭の日？今日？うん。石炭の日。石炭です。なんで石炭の日なの？
なんかよく番組のさ、お買い物企画でこの言葉を話したらダメですみたいなキーワードみたいなあるじゃないですか。ちょっと伝わりづらい。なんだろう、ピースしたらダメですって私言われたらめちゃくちゃあれだと思う。生きていけない。ピース禁止令出されたらもう無理かもしれないってくらいにピースすぐしちゃう。うん、そうそう、それそれ、ピースかハートパワピースダメなんでこれで。これ頑張ったら流行らせれそうじゃない？閉じピース。ありそうでなかったんじゃない？ありそうで、ありそうで今までなかったんじゃない？閉じピース。割り箸みたい、やばい。なんじゃそりゃ。割り箸ポーズ、ダッサ、ダッセ、ダッセすぎでしょ。それ曲げてるポーズあるよ。何これ、これ何ポーズっていうの。今あれでしょ、動脈ピースみたいな、今年のトレンドに入ってた。何これ、何、イエーイ。これ何、何ポーズこれ。割り箸ポーズ、割り箸ポーズちょっと流行らしようか。チュキチュキポーズ、あーなんかこれか、チューキーチューキーみたいなやつ、 TikTok のやつ。はあ、プリクラ今度撮るとき割り箸ポーズしてください。いいね、流行らせよう、 JK に流行らせよう。ダサー、割り箸ポーズっていう名前がダサすぎる。めっちゃ割り箸やん。ちなみに思春期のアドレナリンにこういうふりあるじゃん、これ箸って言ってた気がする。あれどうだったっけ、これじゃなかったっけ、あれなんだったっけ。うん、割り箸レミタン、レミタン現役 JK かね。ちょっとレミタンあたりに入らせてもらおうか。ピンとね、まっすぐがねポイントです。これをこの割り箸を割ってみてください。ピースになっちゃいます。これは流行るわ。ちょっと来年のかわかんないけど、流行語トレンドみたいな、トレンド Z 世代、 Z 世代のトレンドポーズ、割り箸ポーズ。イエーイ。はあ、じゃあもう私のショールームのスクショタイムでお決まりはこれということで、ついついね私ピースが癖でこうやっ
こうやってピースばっかやっちゃうのでこれでもうピース禁止されても生きていける。割り箸っすよこれ、え、ピースじゃないっすよ、割り箸っすよって言える。これ疲れる手が今度なんか友達とプリクラ撮る機会があったら私もこれで、あ、それかメンバーとなんかツーショット撮るときとかしれっとピースと見せかけてこのポーズ やっとか、うん、劇場とかでねメンバーとツーショット撮ったときとかにいつもこうやって撮るんで、これがねやっぱお決まり、いつもねこの顔でしょ私、この手この角度これなんですよ。だからでも絶対さわかんないよね、いけるくない、隣でさメンバーがこれやっててもさ可愛いってなるもん全然。ありがとう、皆さんのおかげで私にポーズのレパートリーが増えました、感謝。ポーズのレパートリーが少なすぎるで有名だったのでありがとうございます、解決しました、うん、ありがとう。どうもいいですか、スクショ打ってきました、みんなのフォルダに割り箸ポーズの吉田のスクショが大量に増えたかもしれません、よろしく。じゃあ終わります13位天塚でさん、12位11位桃館さん、あめぐ10位まぼろしさん、9位ぬっしーさん、8位ひなちゃん、7位モーリーさん、6位ジェリングさん、5位鬼のカチカチニノコさん、4位トリオエジさん、3位ももじさん、2位もも食べ放題さん、1位タートシさん、ありがとう、ありがとう。じゃあね、今日もありがとうございました、またね、おやすみ、バイバーイ。